これからお前をテストしてやろう。さあ、どこまでだ。なかなかやるようだな。これなら俺の地獄の授業にもついてこられるだろう。それまで体を休めておけよ。ギーなんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。今回の授業ではこのチーどもがお前の相手をするぞ。俺の優秀な生徒だからな。子供だからとあまり舐めない方がいいぞ。誰が誰の生徒だって、あのおっさんすぐに調子に乗るんだから。面白くさっていうから来てみたけど、おもちゃのゲームじゃなくて、私も参加させてもらう。あなたと組めばちょうど2対2でしょ。リーデル、お前まで。リーデルがやられたらただじゃ済まさんぞ。教えた技を使ってあいつらを倒すんだ。こいつ強いじゃん。マッチ君、お父さんが敵を取ってあげるからね。あのチームしてリーデルを助けつつよく戦ったな。さすがはこの俺の生徒だ。次もその調子でやるんだぞ。ハッ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 ハ。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。先ほど教えた技でこの俺と戦うのだ。安心しろ、少しは手加減してやるからな。僕の技はあまり使うなよ。僕はすぐ取りに来たのは卑怯だ。人間らしく戦うんだぞ。終わりだ、終わり終わり。こいつ手加減というものを知らんのか。本気でやりよってからに。俺は腹が痛くなったから先に失礼するぞ。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。このミスター・サタンの本気を見せる時が来たようだな。さあ、来い！どうした？俺にビビったのか？最後くらいにしっかりせんか！さあ、来い！少しは先生に花を持たせてみる。やられたー！見抜かれてしまったようだな。俺はお前を気持ちよく卒業させようとやられたふりをしたのだ。それを見抜くとは、お前成長したな。それでこそ我が生徒。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。